魚うまいな。うまい。サバちょっと久々に食べました。マジでめっちゃ美味しいです、ね。うん、今日はもうサバ、ミナサバいたな。なんかこうつくづく年取っていくとさ、魚がいいんだよね。やっぱ6年ぐらい年になってくとさ、案外さ、硬い肉とかだと歯に挟まる問題が出てくるんだよ、はい、結構みんなそれ悩んでんだけど、魚って結構身が柔らかいから食べやすいんだよね、うん、だから栄養価も高いし、ただ若干こう肉に比べてちょっと若干高い、お値段高くなっちゃうなみたいなイメージあるけど、うん、まあけどこれだけのあれね、分量であれだからね、400円くらいだから、まあ、に安い肉に比べちゃちょっと割高感もあるけど、まあなんだろう、栄養も高いし、サバなんか特に、うん、こうやって魚料理をどんどん取り入れていくっていうのはいいかもね。確かに、うん、どうしてもね、動画だと正直言うと魚何回かやってんだけど数字は上がんないのよ、結局見てくれる人少ないのよ、魚料理にしちゃうと。だからやっぱ面倒くさいイメージあるんじゃない。あと魚はもう焼いたり蒸したりそういうので食うっていう日本人の感じ、うん、まずは刺身、あと焼いて塩焼きとかね、あとは一夜干しとか、もう決まった食い方でもうそれ以上いらねえやって感覚が多いよね。イメージは確かに、うん、まあ、美味しいですからね。美味しいけどこうやってこうちょっと中華風に持っていくとかってあんまり好まないよね、あの日本人としては。でも確実にもう一段階美味しくなりますよね。まあね、うん、うん、まあこういう切り身を利用すればそんな特にね、めんどくさいってことはないんだけどね、実際には。なんとなく先入観でこう魚はこうもう焼き魚と刺身でいいやみたいなところはあるよね、うん、まあそこはまあおいおいこのやってってで、そうですね、うん、こういう炒め物にしても本当に誰でもできますもんね。そうそうそう、野菜が一緒に取れるっていうのがすごくいいことで、うん、もう一緒くたに取れちゃうからね、うん、うん、無駄ないと思うし、いいと思うんだけどね、うん、まあ、魚をもうちょっとじゃあちょっと研究してみますかね。そうですね、ちょっと、うん、もう一からおろすだなんだじゃなくて、こうちょっと切り身でスーパーで売ってる形のやつをね、うん、焼くだ、蒸すだじゃなくて、こう、もういかにどうしたらいいかみたいなところでちょっとやっていこうかな。うん、知りたいです。まあ、おそらく数字は取れないけどもう今までの経験上分かってて、ちょっと取れるところまで持ってきましょう。持ってきます、うん、そうです。じゃあそういうことで頑張っていきましょう。はい、ということで、じゃあまたね。